テレさん、松本人志レベルのジョークでエンバペを爆笑させてしまう。www 記者、キリアン・エンバペの移籍先はどこですか？デンベレ、デサイが言っていたようにサウジアラビアですね。エンバペ、www デンベレとエンバペ仲良すぎて草。デンベレがサウジアラビア行く可能性の方が高いのおもろい。サウジアラビア行くのがネタに定着したか。エンバペの笑顔が可愛すぎる。じゃあ、WEGO の中でデンベレのこれが一番好き。エンバペがこのジョークに爆笑してるのがエモい。ロナウド、なぜ笑うんだい？サウジのサッカーは上手だよ。マクロン、PSG 残留です。デンベレのギャグ線が高い。デンベレは冗談じゃなく、ガチで行きそうな雰囲気かもしれててくさ。数年後、しれっとサウジに移籍してるのがデンベレ。ピークすぎた選手の移籍先として、お金が欲しいならサウジ、プライベートも充実させたいならアメリカ。ピークすぎて年俸維持、または上げるためにはサウジ一応なんよな。エンバペがユナイテッドに行くよりは、サウジの方がありえそう。クルスバルセロナに気を使ってる説。サウジをリスペクトしてるのロナウドだけ説。デンベレはサッカーよりも人を笑わせる才能に優れている。エンバペがサウジ行ったらリーグ戦100ゴールぐらいするだろ。PSG の来シーズンの王様はデンベレか。